皆さんこんにちは。日本語の先生のリコです。今日は少し英語の単語について話してみたいと思うんですね。皆さんはチックフリックって聞いたことありますか？もちろんこのエピソードを聞いてくれている英語が母国語の皆さんはわかると思います。でも私のような英語が母国語ではない皆さんには知らないことが多いと思うんだね。チックフリック。先日私の日本語のレッスンの中で会話をしていました。で、私のレッスンはいつも会話の練習が中心です。生徒さんにどんな映画が好きですか、どんな映画が好きですかって質問したんです。皆さんはどう答えますか？好きな映画のタイトルを直接答えてもいいと思うし、映画のジャンルを言ってもいいと思うんですね。ロマンチックな映画が好きですとか、アクション映画が好きですとかね。その生徒さんは言葉が出てこなくって、チックフリックの映画、チックフリックって答えたんです。でも私はわからなかった。え？何ですかそれ？そんな感じでちょっと固まってしまいました。実はこんなことをレッスン中によくあるんですね。私は長くイギリスに住んでいるけれども、私の英語の力はまだまだです。全然パーフェクトではありません。ですから時々生徒さんが言う英単語とか、英語のフレーズがわからない、聞き取れないことがあります。このチックフリックも私には分からなかったんですね。何？ちょっと固まってしまったけれども、すぐ Google で調べました。そして生徒さんも、先生も好きですよ、ロマンチックな映画ですって言ってくれたので、多分女性が好きな女性向けの映画のことなんだなって分かったんです。ちなみに、簡単に説明すると、チックっていうのは、ひよことか若い鳥という意味があるそうです。もちろん、これは知っていました。でもスラングで、ね、若い娘さん、若い女の子っていう意味もあるんだね。そしてフリックっていうのは、動詞で、弾くっていうような意味なんですけれども、でももちろんスラングで映画という意味があるんです。ですからチックフリックで女性向けの映画、大体の女性は、違う人ももちろんいますね。好みの問題ですから。でも私とか、大体の女性はロマンチックな映画が好きじゃないですかね。誰かと誰か、男性と女性が出会って恋をしてデートして、いろいろあったけれども最後はハッピーエンド、ちょっと泣けるところもある、ちょっと笑えるところもある、そんなロマンチックコメディ好きですよね。そんな映画が、女性向けの映画、女性が好きな映画、チックフリックなんだと思います。はい、私も本当に好きなんです。私はね、いろんな映画を見ます、いろんな、例えば韓国ドラマも見ますよ。サスペンス、スリラー、アクション、犯罪、クライムね。でもやっぱりロマンチックコメディは面白いね。はい。なのでこの生徒さんとその後どんなドラマが好きかとか、どんな映画が好きか、ロマンチックコメディについて話が盛り上がりました。すごくわかります。そして私は新しい英語の言葉を学ぶことができたんですね。そしてこの女性向けの映画、向けという言葉についてちょっと話したいと思います。この向けというのは、何々のために作った、何々のために合うように作ったという意味になります。つまり女性向けの映画、女性のために作った、女性に合うように作ったということですね。他の例文では、例えばじゃあ日本語の学校に行くことにしましょう。で、いろいろなコースがあります。そしてこの日本語のコースは初心者向けです。初心者向けです。
これはビギナーのために作ったコースですっていうことですね。うん。あと、子供向けのテレビ番組。子供向けのテレビ番組。これは子供のために、子供に合うように作ったテレビの番組という意味になりますね。あとはどうでしょうか？ちょっと待ってね、いろいろ考えてみよう。例えば、じゃあ、Airbnb でね、何かアコモデーションを探しています。これ家族旅行ね、子供もいる大きな家族で旅行する。ね、そして Airbnb のページで、ね、こう書いてあります。この家は家族向けです。家族向けです。つまり家族のための家ですよ。ね、たくさんの人が入れますよ。大丈夫ですよ。家族が多くてもっていうような意味になりますね。家族向けの部屋。たくさんできますね。本もできます。例えば、この本は、じゃあ、ワーキングマザー、ワーママ。ね、最近私たちはワーママと呼んでいます。ワーキングマザー。ワーママ向けに書かれた本です。ワーママ向けに書かれた本です。つまり本の内容は、まあ働いているお母さん、ワーキングマザーのために書かれた本ですよ。ワーママ向けに書かれた本です。という言い方もできます。うん、便利な言葉ですね。いろいろなところに使えるとで、使えることができます。この向け。ね、向け。はい。それではですね、今日は、まあ、私のレッスン中に起きた面白いエピソード、ね、チックフリックについて、そして、グラマー、言葉ですね、向け、向け、これ JLPT のサンキューの言葉ですね、向けについて簡単に話してみました。また明日。